お願いします。はい、今日はですねゴルフパートナーさんの、千葉特計練習場に来ています。今日は、マイケルゴルフ TV のマイケル長谷川さんにお越しいただいてます。マイケルです。よろしくお願いします。時計です。いいかな。間違えましたね。時計って言っちゃってます。あ、時計。時計です。時計の方です。マネージャーさん。はい、マネージャーの木塚です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はショートコース回ろうと思ったんですけど雨降っちゃったんで、まあ、せっかくここまで来たということで、まあ、シダを行きたいなと思ってちょっと練習場の方に来てるんですけど、新しく出たドライバーキャロウェイとテラメイドですね、はい、キャロウェイとテラメイドです、うん、はい、楽しみですね。出ました。新しい2月に発売されます。はい、発売されます。あ、されます。まだしてないです。2月に、はい、発売される予定です。なんか初めて見た。そうなんです。キャルウェイがまずエピックマックスと、はい、エピックスピード、エピックスピード、はい、あとは LS っていうのが出てるんですけど、これはちょっと販売店さんが限定されてる商品なので、まあ主な量販店さんだとこの2つが多いかもしれないです。あとはテーラーメイドさんから、うん、こっちのシム2マックス出ましたと、うん、シム2マックス D、うん、あとこれもう一個あるんですけど、もう一個がシム2、この3つあります。分からなくなっちゃいますね。違いとしては、はい、まずシム2は前作に比べるとフェースがミーリング加工されているので、うん、まあ、より反発が上がりやすいような感じに。ミーリングっていうのはこう、そうですね、ちょっと削ってるのでより反発力が上がって飛ぶような感じになっております。薄くなってますね。なるほど、はい。であとはですね、この2つ何違うのというんですが、うん、基本的には D、まあ、捕まりやすいですよと、はい、ドローっていう感じ で、ちょっとこれはそれに比べて捕まりにくいよっていうような感じになってます。で、キャロウェイの方も同じような感じなんですけれども、うん、キャロウェイはまあ昔から AI って言われてるんで、うん、同じように AI なんですけど、まあ、前まで2本ここに柱があったんですけど、うん、そこからさらに横の歪みも取ってより、芯を外しても飛んでくれるよっていうような AI が導き出した商品になってます。 AI その AI なの。そうです。スピードの方が少し小さくて 300g ぐらいなので、まあ、普通のゴルファーの方が、こちらを使っていただけるといいですね。それよりも少し軽くて、頭が大きいのが、マックスなので、どちらかというと方向性を知りたい方はマックスがいいと思います。はい、まあ、最近マックスってどこのメーカーも入れてきますね。そうですね、なんでですかね。トレンドですね。だってあのピンさんもマックス、ね、あ、そうですね、ピンのマックスありますね。はい、プラスとかマックスですね。打ったことないです、ね、ないです、ないです、うん。じゃあこれをぜひ知らせていただければと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。シダは私だけじゃあれかなと思って、あれはい、マイケルさんもうちょっと楽しみですね。はい、エピックマックス、マックス、マックスからちょっと優しめの方、はい、もう構えたとしてみたいな見えちゃうフェースのフェースがね、ちょっと遠い見えるね。見えます。うん、全然ミスショットで、多分普段だったら170ヤードぐらいかなって、ちょっとヒルに当たってる感じだったね、はい、だったけど、飛んでますね。あ、これは捕まった200。あ、飛ぶやん。これ飛びますね。飛ぶじゃん。打感、打感は、これなんかそんなにいつもと変わらない感じ。いつもが何だよ。私のいつもさ、いつも使う、あのエースの頼りは何でした。あれはレアスです。レアス、はい、ジオテック。あ、ジオテック、はい、確か、あ、もう私のちょっと気持ち悪いね、うん、でも飛んでますね。芯外しても、うん、距離があまり落ちない、うんうん、すごい、うん、で曲がってるかも。チーピン来にくいです。だから目がこうやって
かぶりにくいから、ね、帰ってこない感じの方が強いかも、ね、ちょっとこう左に行きやすい人とかね、うん、いいかも、いいかもしれない、はい、あ、ちょっとマイケルさん、この流れでやっていっちゃおう、私がボールを置きますから、朝置いてもらったっけあ、そうですね、ヘッドが相当大きくて、うん、どれぐらいですか、マイケルさんは。平均260ぐらいです。あ、やっぱ飛んでます、ね、うん、飛んでる、飛んでると、今一発目だからね。確かに。一発目。じゃあ、僕の捕まりは、250。ちょっと緩めで打って、250。うん、ちょっと先、次先で打ってみよう。すごい。そういう技ができるんですね。あ、そっか。ボール置くのも大変そうなんでなんかね、やってもらっちゃって申し訳ないです、大丈夫です、うん、おー、いやー、球上がるね、上がりますか、はい、上がります、はい、いいと思います、上げようと思わないで、普通にこう、スイングできる、なんかインパクトパチンって打つんじゃなくて、はい、ちゃんとフィニッシュまでこうインパクト通過点みたいな感じで打てるプレイヤーを抜けるとか、ボール上がらないとか、あ、上がらないとか、はい、しっかりボール上がってくれるんで、いいかな、これマックスでしょ、あれマックス、じゃあちょっとこれ違うやつ、そういうのもできるか、こういうのね、さすがですね、スピード、スピード、手がかじかですよね、寒いや最近いろいろね、大丈夫、あ、できました、 ありがとうございます、あ、見た目、私こっちの方がちょっと小ぶりになってね、そうです、好きです、僕じゃん、200、200でも今ちょっと当たってないよね、当たってないちょっと、当たってないのに、え、飛んでる、え、失敗だけど、いや、やっぱりこっちの方が合ってる、飛んでるね、こっちの方が合ってます、うん、え、すごい飛ぶ、あ、打ちやすい、これいくね、あ、でも地球なの、やっぱ200ぐらい、うん、あれ、あれいいね、いいですよ、いい、打ちやすい、打ちやすい、ミスショットの方がこれはちょっといい、でもこっちの方が打ちやすい、いいです、まあ、見た目が丸いから、うん、丸いって言うんですかね、ちょっと小ぶり、うん、丸い、丸い、ちょっと、ま、いや、私の表現力が良、ね、くないんで、ここはプロにお任せ、シダやってますね、シダ、シダ企画たまにやってます、 あ、そういうことね、はい、あ、こっち、これいいねいいですよね、いいいい、そう、だからやっぱりちょっと、うわ、確かになんか200飛んでる、謎だからね、これこれ5かな、2、2、2、7、5、でもこっちの方がヘッドがハッピーので走る、うん、回るね、走る感じ、回ります、回ります、うん、待って、2、7、4、あ、いやでも分かる分かる、こっちの方がちょっとこういう動きがやっぱりしっかりや、ヘッドスローテーションがちょっと入る、うん、ね、こっちはもうほとんどもうそのままギューンってなっちゃうから、そういう感じでね、ちょっと頑張んなきゃね、そう、じゃあちょっと芯を外して、あ、さすが、ヒール目で、ヒール目で打ちますよ、
これ完璧よ。あ、でもまっすぐ250だから20ヤードぐらい落ちてる感じだけど、うん、そんなに落ちない先、うん、あ、250やっぱりまあそんなもんです。構えた時のやっぱり座りはもういいですね。で昔のエピック前のエピックはやっぱちょっと構えた時にこうちょっと開く感じがあって、うん、ちょっとこう捕まりにくいっていうイメージがあったんだけど、しっかりこれ構えてる時の座りがいいんで、なんかこうしっかりボールが捕まってくれそうな設計になってます。おー、振りやすいもん。うん、スピードの方が打感も柔らかくて、ね、うん、いい感じです、うん、いい感じ、うん、じゃあちょっとこう振れる人はこっち。ヘッドスピード40ぐらいですよね。はい、ね、40ぐらい、40ぐらい、40以上出るかとこっちの方がいいかもしれないですね、うんうんうん、はい、はい、続けていきます。これチームマックス D のチームマックス D、 皆さんご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。マイケルゴルフ TV もチェックしてください。お願いします。そこはもう本当お願いします。次回の動画もお楽しみに。